今ご紹介いただきました東京大学の高木と申します。生命科学とオープンデータというタイトルで話すようにということなので、生命科学という文脈でオープンサイエンスがどういうふうに進もうとしているのかご紹介したいと思いますが、ちょっとだけ自己紹介いたしますと、私もともとそのコンピュータサイエンスに少しいまして、それからゲノムとか、生物生命科学の世界に入ってきて、先ほどの有川先生の言葉で言うと、もう戻れなくなってしまった人間なわけですけども、そういうことがあるので気をつけないといけないという話がありましたけど、それぜひ20年前に言っていただきたかったなというふうに今になって言われてもちょっと困ったなと。それで私は今、そのコンピュータサイエンスの世界からですね、今非常にご存知の方いらっしゃると思うんですけど、この東大の生物科学専攻という非常にディープな世界に今来て、両極端のところにいるなと思っています。ただ今日はですね、この生物科学専攻、東京大学でやっている仕事ではなくて、その下に2つ書いておりますけれども、JST のデータベースセンター、それから、このロイスの遺伝研の DDBJ センター、この2つので取り組んでますその活動、あるいはそこでの経験ということからお話ししたいと思います。私の今日の話は大体こういうストーリーで考えています。まず生命科学においてデータ共有がどういうふうに進められてきたのか、それからその次にそのデータ共有を一歩進めて今日の主題でありますオープンサイエンスに向かうのにはどういうふうにすべきか、でそれから3点目に、個人ゲノムデータを例にしまして、このデータ共有といいますか、データがどう利用されているのか、これは残念ながら日本であんまりいい例がないので海外のことを少しご紹介します。最後にこれからの展開と課題ということです。まず最初に生命科学におけるデータ共有の歴史でございますけれども、そこにあります、失礼しました、ありますように、その古くはその文献データに関しましてはもう1960年代ぐらいから共有が進められています。紙のものですともっと古く、そのまた何十年も遡ります。から研究データに関しましては1970年代より、その下に書いておりますその DNA のデータ、それからタンパクのデータ、こちらの方が早いですけども70年代、これが80年代ぐらいに、国際的にデータを共有する枠組みができまして、この DNA データに関しましては日米欧の三極体制、それからタンパク質の立体構造に関しましてはこの4センターでというようなことになっております。からこれ以外にもですね、最近いろんなところでデータ共有の枠組みが拡大しておりまして、研究分野、それからデータの種類、さまざまなところでの共有が進んでいると。ほんの一例ですけども、これは例えばタンパク質、人のタンパク質のデータの共有の仕組みですし、それからこのアドニーっていうのはアルツハイマーの関係のもの、からこれは個人ゲノム等のものでございます。でこういうようにですね、今最も共有が進んでいるのはゲノムデータでございますけど、こういうデータの共有なしには、生命科学が成立しないまでに今なってきているということが言えると思います。さてそれでは生命科学でなぜこういうふうにデータ共有が進められてきたのか、これは私なりの、解釈といいますか考えですけども、いろんな理由があろうかと思います。一つは生命科学はデータそのものに意味があって、なかなかそれを数式とかですね、法則で表現できないでありますとか、それからそういう意味でデータベースはインフラであり、フロンティアであると。から大きいのはこの下の2つでございまして、ファンディング機関からの義務付け、データを登録しなさいだとか、それから論文投稿時にデータをデータベース入れなさいという出版社からの2つ、それ以外に研究コミュニティありますとか、そこはデータベースセンターが整備されたと。で最近ですと、そのいわゆるビッグデータということで統計解析のパワーアップでありますとか、それによっていろんなデータを組み合わせたイノベーション促進、で最近はこの研究不正とかいうことも出てまいりました。こういうようなことが特にライフサイエンスで重要視されてデータ共有が進んできた。でこの2つに関してちょっとだけ詳しく申しますと、これは米国とそれからヨーロッパ等の例ですけども、まず1つは資金配分機関がその研究成果を最大限活用しようということで、データを、いわゆるその公的資金で行われたデータは、ちゃんとコミュニティや一般社会に還元しなさいと。出版社の方は発表論文に関するエビデンスの確保ということで、こう今3つのジャーナルの系列を示してますけど、それぞれがやはりいろんなそのルールを課しているというわけです。これはある種の義務化でもあり、研究者にとってみればある種のインセンティブ、論文を書くでありますとか、それから研究資金を得るということになろうかと思います。
で一つだけこれ例を持ってまいりましたけども、これネイチャーの規定ですけども、ここにちょっと小さくて見えませんけども、こういうタイプのデータはどのデータベースに入れなさいということがまあ規定されています。で例えば DNA とか RNA ですと、ここにありますね、 DDBJ なんかも書いてあると思いますけども、ここですか。そういうようなところでさまざまなデータベースの、がまあ登録されて、それを使うようになっている、それに入れて、それを皆さんが使うようになっているというわけでございます。さてこのようにしてまあデータ共有が進んでまいりまして、これが非常にまあ活発化するのはいいことなんですけども、非常にまあ複雑な様相を呈してきております。例えばそこにありますデータベースの数ですけども、これはライフサイエンス分野だけで、これ正確にはよくわからないんですけども、少なく見積もっても1万、およそ2万弱ぐらいのデータベースがあるだろうと。それからまあNAR という雑誌に特集されているもので、これはまあ非常にまあ査読を通ったデータベースで、それだけでも1600、から我が国でも1100ぐらいのデータベースが作られています。データの種類はまた非常に、これも非常に多様でして、いろんなここにあるような組み合わせでいろんなデータベースが作られていると。からこのベースになってますデータ算出プロジェクトで一番大きいのはこのゲノムプロジェクトでございますけれども、これも7万7000の生物種に関してゲノムプロジェクトが進行しておりますし、データベースを開発する国はこの NAR という雑誌に載っているものだけでも、まあ50ぐらいの国の人がデータベースを作っているわけです。それからサイズで申しますと、米国のこの NCBI の SRA というのが大きな、これが3ペタぐらい。DBGAP、これ後でご紹介しますけど、2ペタぐらいの大きさです。で、この DBGAP というものに関しまして、大体100万人分の個人ゲノムのデータが入っております。で、これは10年先には大体今10の6乗ぐらいなんですけども、これが10の9乗ぐらいになるだろうと言われています。からこのデータの伸びはいろんなデータによって違うんですけども、 DDBJ の例で言いますと、今ムーアの法則をそれほど大きく上回るということではなくて、まあトントンぐらいには落ち着いてきていると。からもう一つ着目しないといけないのは文献も非常に多くてですね、ライフサイエンスだけでも2500万件ありますし、からこのいわゆるフルテキストも読める、これパブメドセントラルでございますけども、それだけでも370万入っているということで、非常にまあ大量のデータと知識があふれているというわけです。でこういうようなものをマネージするために、欧米等のセンターではまあ数百人規模、数百人といいましても100人200人という意味ではありませんで、500人600人700人ぐらいで、データのストレージがまあ30ペタぐらいはどこでも持っていると。これ のバックアップのテープになりますと、また100ペタぐらいになるというわけです。でこのような状況で、まあペタを超えまして、今度はそのエクサのところにまあ行くだろうというのが今のライフサイエンスの状況なわけです。さてこのような状況の中で、じゃあもうこれでデータ共有が進んでるからいいじゃないかと思われるかもしれませんけど、実はそう簡単に参りません。ここに書いていますようにですね、データを利活用しようとすると、途端に難しくなります。でこれ長々と今日は申しませんけども、非常にまあ研究目的にしても、研究対象にしても、データ生物種にしましても、データの種類が非常に多様ですし、解釈も多様です。にもかかわらず、ゲノムというのは生物横断的な存在ですから、そういうもので他の専門外のデータベースを使わないといけないんですが、先ほど申しましたように1万とか2万のデータベースや、またツールもですね、数千のオーダーあって、これどう使いこなしていいかがわからないと。データベースに入っているデータをどこまで信用していいかわからないし、データベースも元にフォーマットや用語概念が全然違うというわけです。それはまあ本質的にまあデータが文脈依存性だとか、さまざまなことを含んでいるということもありますけども、こういうようなことで非常にまあデータの共有はそれなりに進んでいるんですけども、それを使いこなそうとすると非常に複雑だというわけです。で先ほどレポジトリの話ありました。これレポジトリも非常に重要なんですけども、生命科学の場合はここに書いたような状況がございまして、レポジトリして置いておくだけでは誰もなかなか使えないという状況がございます。でこのような本質的な根本的な状況に加えまして、我が国の事情といたしまして、先ほどの話にもありましたけど、データシェアリングのルールがあまりないですとかですね、それからプロジェクトが終了するとその維持管理するお金がなくなってしまう、データの権利関係がはっきりしない、それからこれ皆さんあまりおっしゃらないんですけども、ライフサイエンスはまあビッグデータという言い方されるんですけど、実は小規模データの集まりでして、それをビッグ本当の意味でのビッグデータ化するにはなかなか大変だというわけです。それからデータを共有すると、この解析する人材が少ないので競争に負けるんじゃないかとかですね、こういうようなことがいろいろ言われております。でこういう問題をまあ解消しようと、それでデータ共有からオープンサイエンスを進めようということで、この統合データベースプロジェクトっていうのはスタートいたしました。これは今から10年ほど前に、この2006年でございますけれども、内閣府の、その当時の CSTP ですね、
総合科学技術会が主導してプロジェクトがスタートいたしました。これ4つの省で行われて、2011年には4省連携のポータルサイトができるまでになっています。でこの中で最大のものと中心のものが文科省の統合データベースプロジェクトでございまして、ここにあるようなセンターがそれぞれ作られて、ここに書いていますようなクリエイティブコモンズのライセンスでデータを共有するとかですね、そのための技術開発をするとか、さまざまなこと、それから分野ごとにデータベースの統合が進める。先ほど申しましたように、ライフサイエンスは例えば植物もあれば微生物もあれば人の病気の話もあるということで、それぞれの分野の整理をしないといけませんので、こういうことをしていると。からあと人のデータに関しましては、いわゆる機微情報、センシティブな情報ですので、その誰にでも自由に見せるというわけにいかないと、こういうようなことに取り組んできたというわけでございます。これがその全体の構造でして、各プロジェクトから出てくるデータをカタログを作ったり横断的な検索をしたり、それを権利関係を整理して統一フォーマットで皆さんが使えるようにするとかですね、それを分野ごとにこう整理をして全体としてさまざまな分野を組み合わせて使えるようにするというわけです。この中の一つの例がその統合化推進と呼ばれているものでございまして、こういうようなその分野ごとのプロジェクトがスタートしております。これ見てお分かりのようにですね、ライフサイエンスの非常に多様性というのがお分かりいただけるというふうに思います。こういう分野を支援して、それぞれの分野でデータベースの統合を図っているわけです。さて、この統合データベースプロジェクトと申しましたのは、先ほどデータ共有からオープンサイエンスを進めるという話をしましたけれども、実はそのプロジェクトを始めた今から10年前にはですね、実はそのデータ共有そのものがままならないということがこの分野に入ってよく分かったわけです。それでいろんな関係機関に働きかけをいたしまして、そのデータを出すこと、公的資金で行われたデータをですね、提供してもらうということをお願いをして回りまして、義務化はできなかったんですけども、その各研究のですね、公募要領にここにあるようにですね、バイオサイエンスデータベースセンターの協力というようなもん、データを提供くださいと、こういうような文言を書いていただいて、データの共有を進めていると。でもそういう文言が書かれているのはここにありますようないろんなさまざまなプロジェクトで、だいぶこの文言を書いていただいておりまして、それによって実質的にこのデータ共有の義務化といいましょうか、を図っているというようなところがございます。で、こういうようなところでいろんなソフトデータベース、それから解析ツールを作っておりまして、これは興味があればこのホームページをご覧いただければ、さまざまな取り組みがあることがお分かりいただけると思います。一つだけ申し上げますと、実はこれ先ほど申しましたように、文科省だけではなくて4つの省、厚労省、経産省、農水省と連携して進めておりまして、この4つがそれぞれポータルサイトを持っておりますけれども、これの合同ポータルサイトというものを設けております。で、我が国ではちょっと怒られるかもしれないけど、どうしても省庁縦割りというところが強いわけですけれども、こういうふうにライフ分野というふうなことで、分野を限定すればそれなりに協力できるというような一つのモデルケースになるのかなというふうに思っております。さて、それでこのライフサイエンスのデータのことで、最近非常に大きなテーマになっております、個人ゲノムのデータをどう扱うのかということで少しご紹介したいと思いますけども、これは NBDC 人データベース、それから連携している遺伝研の DDBJ の JGA という2つ裏表の関係になっております。どんなものかと言いますと、匿名化した後のデータをお預かりして、オープンにしていいもの、誰でも見ていいものはオープンデータにして、それ以外のものは許可された人だけにお見せするというような感じの区分けにして、いろんなデータをお預かりし、それを必要な人にお見せするというような取り組みをしております。で、時間もございませんので詳しいこと申しませんけども、いろんなその資料を提供してくれた方のですね、権利を侵さないようにとかですね、できるだけ広く共有するとかですね、そういうルールを設けて、このデータの共有を図っております。で、これはアカデミックだけではなくて、インフォームドコンセントで禁止されてない限り、民間企業の人も使えますし、無料でデータを受け取り、それからデータを活用できるようにするというわけです。ただ、後でもお話しますけど、データが非常に増えてまいりましたので、これを無料でお預かりするのがいいのかどうか、無料でお見せするのがいいかどうかということは含めて、今後検討課題になろうかと思っています。
かデータをいつ公開するかってことに関しましては、これはまあ米国の NIH が非常にまあ厳しいガイドラインを設けているわけですけど、我が国ではまだそこまでいかないので、今はまあ少し緩めのデータ提供者の意向を尊重する形で、でもまあ最大でも論文が出たら公開してくださいと、こういうような形で進めております。でスキームは詳しいことは今日お話しできませんけども、先ほど申しましたように、遺伝研の DDBJ、 そこの、コンピューター等も連携してですね、こういうふうにいろんなデータをお預かりし、あるいはそれを許可された人にお見せするという仕組みを作って、データベースの公開をしております。で、こういうような形で、非常に、管理を厳重にしないといけないものですから、セキュリティレベルを設けて、その範囲の中で、ダウンロードして使うという仕組みになっております。で現在どれぐらいの、まだ小規模でございますけども、そこの右側の方にありますような大きな国のプロジェクトのデータがどんどん入ってきている状況でございまして、こういうような今公開のデータベース件数になっております。でこれ単純に延べ人数にいたしますと、4万人ぐらい、先ほど米国の話が100万人と申しました、ちょっと100万人とこの4万人は意味合いが少し違いまして、100万人の方は名寄せと言いましょうか、ゲノムの文字列で同一かどうか判定しておりますけど、こちらは単純にデータの足し算してますので、ちょっと過大評価になっているかというふうに思いますが、これぐらいのデータが集まってきているというわけです。でこの仕組みはですね、先ほど申しましたように遺伝研の DDBJ で従来から行ってました日米欧の3局でその DNA のデータを交換するという枠組みのちょうどその上に乗っかっておりまして、この人ゲノムデータに関しましては機微情報ですので交換はしませんけど、メタデータを交換するという形で、この枠組みで世界的なデータの共有を図ろうとしているわけでございます。さてそれで、こういうようなそのデータがどう使われているのかということを少しだけご紹介しますと、先ほど申しましたように私ども今やっております NBDC の人データベース、あるいは DDBJ の JGA というものに対応するのが、先ほども少し触れました米国の DBGAP、 欧州の EGA というデータベースございます。でこの、DBGAP に関しましては米国の NIH の下の NCBI というセンターが集めておるわけでございますけど、これはですね、どうして集まってくるかといいますと、この NIH に関しましてはそのジェノミックデータシェアリングポリシーで非常に厳しいルールがございまして、そのいわゆる公的資金で行った研究成果はデータ公的データベースに入れなさいということになっています。でどん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 そのルールが厳しくなってまして、今例えば人データに関しましては品質管理が済み次第この DBGAP に登録しなさいと、ですから即時に非公開は6ヶ月しか認めないと、でエンバーゴは設定できないと、こういうような厳しいルールで今データを集めている、これを我が国に適用していいかどうかは分かりませんけれども、これが一つ今後 の方向性になろうかというふうに思っています。さてそれでこれでどれぐらいの人が使っているかということなんですけども、今のこの DBGAP 米国の方ですと、このデータを使いたいという人が年間1万件ぐらいあります。これは人っていうか、これ研究室単位ですので、1万研究室が延べにして、このデータを使いたいと。で、このデータを使ってこれまでどれぐらいの論文が出るか、約3000報ぐらい、このデータの二次利用といいましょうか、そういうデータの利用して二次解析をするといいましょうか、そういうようなことで1000報ぐらいの論文が出ていると。こういうようなインパクトがあるわけです。でこれヨーロッパに関しましても似たような感じでして、そのデータに関して年間5000件ぐらいの利用の要求があると。からこの米国 の DBGAP に関しましては、こういうアメリカからの利用が多いんですけども、いろんな日本からも、これは研究室の単位です、数ですけども、これぐらいのワールドワイドにデータが使われていると。ですからこういうようないいデータを世界的にオープンにすると、世界中の人が使って、それで、例えば1000報ぐらい新たな論文が出ると、こういうような状況になっているわけでございます。さてそれでもう残りの時間でなってまいりましたので、これからの展開と課題ということです。まず一つは今欧米の例を簡単にご紹介しましたけども、もう一歩進めまして、これを進めたような形で国際的なゲノムデータとそれから健康情報のですね共有の枠組み GFOGH というものが今作られて活動を始めています。これは GFOGH のそこにありますようにグローバルアライアンスフォアジェノミクス&ヘルスというものの略称でございますけれども、ここにありますように、参加者の自主性を尊重しながらゲノムデータと臨床情報を最大限統合を活用すると。それから、この自発的かつ安全な共有を可能にする国際的な共通の枠組みを作ると。でそのためにこう倫理問題でありますとかデータ共有の標準化ソフトウェア、フォーマット、セキュリティの規約なども作ろうというわけです。
で、こういうような活動が今ワールドワイドに起きてきていると。で、現在はその38カ国387組織が入っておりまして、米国の NIH、 それからヨーロッパのこのデータインフラのエリクサーっていうのも入ってますし、それから企業グーグルやアマゾン、イルミナなどもまあ入っているというわけです。日本からはまあ私どものセンターも含めて11組織がまあ加入しておりますけども、こういうところでこれからあのデータの共有を進めていくというわけです。で、この中での活動をちょっとご紹介しますと、こういうふうに4つのクリニカルワーキングと、それからデータワーキンググループと、それからレギュラトリー&エシックス、それからセキュリティと、こういう4つの分科会に分かれて、さまざまな問題を議論し、これの解決に向けて進めているわけです。ここに 2,3 年で急速にまあ立ち上がってきているわけです。で、例えばそのゲノムの表現方法、これはあの今日は詳しいこと申しませんけど、こういうふうなグラフ表現をして、この変異などをうまく標準化してはみんなで使えるようにしようだとかですね、ような活動がございますし、あるいはその実証プロジェクトということで、例えばそのここにありますビーコンというのをご紹介しますと、ビーコンというのは、自分がある自分が何かある変異関心があって、それを持っているデータベースはどっかにありますかというと、イエスノー、あるいは知らないというふうな答えを分散したデータベースが返してくる。そうすると自分は望みのデータベースを探し当てることができて、そこに許可を取ればそのデータを見ることができて研究が進められると、こういうような仕組みです。それからもう一つの、その地名化エクスチェンジというのは、これはなかなかその診断がつかない希少疾患、難病ございますけど、そういうものを、その世界的にデータを共有してですね、例えば自分がある、対応している患者さんがこういう症状があると、似たような症状を持っている人は世界中にいないかどうか、そういうフェノタイプといいますか、そういうものを検索してそのゲノムを比較するとかですね、そういう試みです。これ非常にまあ世界的な枠組みで、こういうものがまあ進んでいるというわけです。さて、これは国際的な取り組みで、私どもも取り組んでいかないといけないわけですが、それ以外にもまあ非常にまあ多くの課題を抱えております。簡単にご紹介します。まず今日は全然お話できませんでしたけど、私ども実はこの RDF というものを使ってデータ統合を進めようとしておりまして、それとそのためのユーザーインターフェースの、ユーザーエンドユーザー向けのインターフェースを作るとしたの。これがこの中にはご存知の方多いと思いますけど、 RDF というこの3つ組みで、主語、述語、目的語の3つ組みでいろんなデータをまあ表現するというようなことで、こうなるとですね、そのいろんなこの3つ組みを、目的語と例えば主語が一致すればつないでいくことができまして、どん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 いろんなデータがつながるというわけです。で、こういうものが世界的に出てきますと、分野を超えた統合化ができるということで、まだまだ一部でございますけど、私どもはこの、RDF ポータルサイトというのを作りまして、この RDF で記載されたデータベースの収集管理を行っております。それから、2つ目の課題はですね、オープンサイエンスの対応、これはまあ先ほどのデータ共有ポリシー、国でこれからお作りいただきたいと思います。それ以外にももう一つ重要なことは、インセンティブということだろうというふうに思います。それから、もう時間がなくなりましたけども、イノベーションへの貢献ということで、さまざまなまあゲノムをベースとした医療が始まろうとしていますので、そういうものに基礎研究のデータ、個人ゲノムのデータが使えるようにするとかですね、あるいは植物のさまざまな育種だとか、そういうような新しいその、ものが始まっています、そういうものへの貢献。それから今日これもちょっと時間がなくてお話できませんけども、個人情報保護法が改正に、昨年9月に改正になりましたけども、この中でちょっとだけご紹介しますと、ゲノムデータ、いわゆるその ATGC の文字列ですね、これは指紋なんかと同じように個人識別符号に位置づけられるということになりました。このつい先日まで行われておりました、このゲノム情報を用いた医療等の実用化タスクフォースということで、こういう議論がされて報告書が出ております。あるいはこのゲノム情報というのは、いわゆる思想、心情、それから犯罪歴、そういうものに相当する配慮を要すべき個人情報の特別なものであると、こういうようなことが決まりましたので、あとこれじゃあ具体的にどういうものが個人情報になるのかということは、個人情報保護委員会で決められますけれども、こういうようなものがありますと、これまで同意を取っていたものをですね、どう活用できるのかということ、もう一度これ新たに議論して進めていかないといけないので、場合によってはデータ共有ということと相反するということにもなりますので、このようにケアが必要かと。最後にスーパーコンピューターとかクラウドを活用するというようなことがありまして、これは遺伝研の今スパコンは個人ゲノムの解析には使えませんけど、こういうものを使えるようにするというようなことが目的でございます。それからあと下の2つは、
何人かの方から出てまいりましたけども、こういう持続可能な体制をどう構築していくのか、そのデータを出した人、あるいはプロジェクトを作った人含めてですね、誰がそのこのコスト、データ共有のコストを負担していくかっていうモデルを、これライフサイエンスに限らないと思いますけども、構築していかないといけない。最後に私先ほど2つのセンターを関わっておりましたが、それ以外にも日本にいくつかのこのデータの共有をライフサイエンス分野で共有を進めるセンターがございまして、しかもそれらが小規模だということで、それをうまい具合に連携させないとなかなか進められないということで、これあたりも課題だというふうに思っております。以上、ご清聴どうもありがとうございました。